マクシミヌスダイヤの発行した、ホリスドーカガイウスワレリウスガレリウスマクシミヌスは、ローマ皇帝。元は、ダイヤという名前であった。ガレリウスミカドの甥いである。出自は、ダキア属州のドナウ川周辺に生まれた農民であった。軍に入隊して優れた主君を挙げ、305年には、母方の叔父ガレリウスミカドに引き立てられて、副帝の地位を授けられ。 シリア属州とアエギュプトゥスを支配するようになった。308年、リッキニュース帝が制定となった後、マクシミヌスダイアとコンスタンティヌスはどちらもフィーリーウオーガストラムを名乗った。そして、マクシミヌスは310年のサーサーアン・アサトの戦役から後は、はっきり制定として振る舞ったと思われる。311年にガレリウス・ミカドが死去し、マクシミヌスダイアは、 ローマ帝国の東側をリキニウス帝と分割することになった。リキニウス帝はコンスタンティヌス帝と連携を始めたので、マクシミヌスダイヤは副帝を戦勝して、イタリアを支配するマクセンティウスと影で連携した。313年にリキニウス帝とはっきり決裂したが、小アジアのヘラクレア・ポンティカ近郊にてツラルムの戦いに大敗した結果、ニコメディアを経由して、 タルスに逃亡し、8月に死亡した。キリスト教の資料において、マクシミヌスダイヤは、ガレリウスミカドが解除したキリスト教との迫害令を、再び執行したとのことで悪く記述されているが、客観的な記載ではない可能性がある。ありがとうございます。